ホームアドバンテージがある中で日韓ワールドカップ臨むじゃないですか。俊介さん、外れたじゃないですか。難しい判断だったと思う。ベスト16でトルコ戦、まあまあ大きく大胆に変えたような気がしたんですよ。キープレイヤーとか特徴とか全部こう入ってくるんだけど、全然違うことやってきたから、まあそういう読み違いみたいなものが結構のしかかってきたっていう。トルシエ監督聞きたいんですけど、トルシエさんはどうだったんですか。トルシエさんは尊敬してますよ、もちろん、はい、もちろんすごい尊敬して赤裸々に語っていただきたいなと思いながら、はい、彼のマネジメント力はすごいと思ったな。代表監督できたのにワールドユースもやっちゃうわ、オリンピックもやっちゃうわ、もう自分で育てて強いチーム作るみたいな。でもそれずっと正邦さんはついてくるんですよね。同じスタッフ、一緒のあれでやってきますよね、同じコーチングスタッフで、はい、U20 とシドニー五輪と、A 代表やってたんで、はい、コストパフォーマンスは良かったと思いますよね。でも正邦さん、僕それで聞きたいのが、僕静岡で毎年行われるヤングサッカーフェスティバルっていうのはあるじゃないですか。ある。そこでトルシエさんが見に来たんですよ。でトルシエがこの試合見に来るって言って、うん、横山健三さんと宮崎さんがもう来てて、その試合で僕決まったんですよ、浦和レッズに。でもその高校生のサッカーに日本代表の監督が来るんだみたいな、そういう感覚でトルシエさんって見てたんだなって思うんですよ、その通りです。どっかにいないかどっかにいないかみたいな感じなんですか。彼の口癖で日本の若いやつらすげえなっていうのはすっごい言ってて。あ、そうなんですか。高校選手権見て、うん、なんだこの大会は、こんなの世界中ねえぞって言って、その18歳以下で、はい、こんな規模の大会、そういうことですね。そういうのを見て A 代表のベテランに言って、あいつよりお前10番目やぞお前ぐらいの感じでその名前聞きたいって言って、こいつの方が絶対可能性があるって言って、でいろんなで、結局2002年の時って平均年齢が 24.3いつ、はいはい、もう若い、はい、小野伸二たちの世代が小野伸二でしょ、はい、中田浩二も入ってたし、はい、稲本も入ったし、キーパーでは孫畑もいたし、小笠原さんもいたし、真備津もいた。そういうメンバーがポンって来てるから、はい、もう若い、はい、でその若い世代の連中はポテンシャルはすごいすごいってずっと言ってた。僕もあの2つへのあの化け物の世代はもうほんと早くいなくなってほしいと思いましたけどあのワールドユースもベスト16でポルトガルを破って、うん、その後もメキシコ、ウルグアイ勝って、うん、まあ、最後スペインと試合してっていうの、日本が世界大会で決勝に行くんだっていう、うん、キャプテン翼の世界だって思ってましたけど、うん、本当ちょっと僕ら手の届かない世界だなって思ったんですよ。でそっから正邦さんがトルシエと一緒にこう行く中で、2000年のシドニーオリンピックあるじゃないですか、はい、アメリカに PK で敗れて、まあ、ベスト8で敗退。これ多分もっと上行けたじゃないですか。行けると思ってた。これ何が足りなかったんですか、あのチームに。我々が相手のことをすごい分析して、はい、相手を大きくこう見る傾向が、日本はやっぱりどうしても、はいはい、あいつは強いよなと思う傾向があると思うんだけど、日本の良さを相手がすごくそれ以上に消してくるっていうか、向こうの方が日本に対してあったんですか。そう、リスペクトしてくるっていうか、でそれはこの後も何度も起きた経験で、だから日本がこれから考え方を改めていかなきゃいけないのはそういうとこなんじゃないかなっていう。これめちゃめちゃワールドカップに向けたヒントになりそうな感じじゃない。だから西野さんが言ってた小国の戦い方じゃないよっていう話とすごく似てるのかなと思ってて、ベスト8に行くために西野さんから見て何が重要になってくると思いますか。大きな、うん、あの要素がないとベスト8に行けないっていうレベルでは僕はないと思っていて、うん、多分選手たちもずっと向こうでやってて、うん、はい、全くあのひるむことは多分ないと思うんでね、うんうん、がっぷり四つに戦ってもいいし、はい、小国の戦い方する必要はないと思うんでね、うん、当時のそのシドニーオリンピックの時にそれ感じたんですね。アメリカが、はい、俺たちのいいとこ消してくるよなって嫌だよなってなった時に、それ以上の今度攻撃のバリエーションとかそういうの持ってないと、決勝トーナメントの一発目ってまあ4試合目になるんで、はい、これはワールドカップもオリンピックもワールドユースでも一緒なんだけど、この4試合目って
違う大会と思った方がいいぐらい、まずは負けない戦いをしてくる中でそこを乗り越えていくとグググッとこう来る。リーグ戦だったら取り返しができるんだけど、そっか、一発勝負だから先制点の重みみたいなことがすごく大きくなってくるんで、もう死ぬか生きるかっていう戦い方になるので、そういう意味で言うと、はい、まあ、セットプレーとか鍵なのかなっていうのは。これめっちゃ面白い。もうお酒飲まないとこの話聞けない。じゃあめちゃくちゃ面白くない、これ。そういうことなんだ。で、あのアジアカップ2000年で優勝して、うんうん、コンフェデの2001年準優勝、うん、結果を残して、そして、うん、ホームアドバンテージがある中で日韓ワールドカップ臨むじゃないですか、うん、トルシエさんとか含めて協会、まあ、そしてコーチングスタッフ含めてどういう目標で臨んだんですか？勝ったことがない、はい、しかもホストの開催で一勝もしてないですもんね。一勝もしてないっていうか、勝ち点1もない中でホストでどうやってっていうのを、はい、あの考えた時に、まあ、シドニーオリンピックも決勝トーナメント行ったり、はい、ワールドユースも勝って、はい、結構成果上げてて、はいはい、で選手はそれなりに育ってきた、はい、うまく戦えればっていうのはあったと思う、うんうん、だからまずは決勝トーナメントにどういくかっていう、勝ち点をどう積み上げていくかっていう感じの、うんうん、組み合わせ決まった時どうだったんですか？結果論なんだけど、うん、でヨーロッパ勢で、まあ、良かったっていうのは戦術的にちゃんと戦ってくれるから読みやすいところがあって、うんうん、分析通りにまあまあ対応できるっていう、で個人個人も大体その戦術に沿ったことやってくれるんで、あの対応がしやすいっていうのがヨーロッパ勢だと思う、はいはい、なるほど。で初戦で、はい、フラット3が崩壊したから、ね、怪我もあって、はい、ベルギー戦で、はい、あの森岡がやっちゃって、はい、で急遽宮本恒靖が出て、まあそこで1点やられた、裏取られて、そう、高くしてやられて、はい、まあ、あれが出たことであの後の反省が、うん、あのディフェンス陣含めて、うんうん、あのいやでもその次の日のトルシエ監督の分析のミーティングはまあ長かったなその、まあ、1点で 2-2 になっちゃうわけで、はいはい、でもうそれはもうめちゃめちゃ厳しいこと言ってたんで、お前が悪いってそれってまさくりさん、まあ監督、うん、トルシエさんがいて、うん、スタッフの中では一応そのミーティングの内容でどんなこと喋るかっていうのは聞かされるんですか？細かいことは全く聞かされてない。こんくらいの時間取っとけって言って、まあ、はい、ね、みんなに説明する、はいはいはい、30分ぐらいで終わって食事だったんだけど、どん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 時間が伸びてって、はい、あれ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 やばいなやばいやばいなって、はい、あって、これいつ終わるか分かんないぐらいの感じになったんで、選手のリカバー上水分取らせなきゃいけないと思って、はいはい、トレーナーとかにも水持ってきて水それはもうあれですか、じゃあもう1時間以上は当然やってるわけですよね。そうそうそう、もうすごい。2時間ぐらいやったんですか？いや2時間はやってないと思うんですけど、そのワールドカップのこの話めちゃくちゃ、うん、まあもう少し聞きたいですけどその前に、うん、七海さん、はい、そして俊介さん、うんうん、なんか日本の軸になりそうな人がこう外れたじゃないですか、うんうんうん、この裏側は何かあったんですかね、トルシエ監督の考え方っていうのは。親善試合のノルウェーが終わって登録期限が来るんで、はいはい、ノルウェーの夜オスロでコーチングスタッフでミーティングして決めたんですけど、はい、七海は膝の怪我があって、うん、はい、あのかなり、うん、あの難しい状況になってて、俊、うん、介も、はい、あのそのヨーロッパ遠征の時に怪我しちゃってて、怪我してて、で満足にやっぱ試合十分出てなくて、うん、そこが難しい判断だったところだった。ベストパフォーマンスだったら、あの決め方としては監督がスタメンの候補これでやると、軸これでいく、軸これで、はい、スタメンになりうる人、要するに90分戦える人っていうこと、うん、なるほど、うん、で交代の枠が限られている中で、うん、でハードな大会なんで、うん、ユーティリティ、はい、要するにいろんなポジションできる人がいた方がその時にうまくサイドバックからここに移すとか、うん、明神とか、うん、あの、うん、そういうタイプの連中がセンターバックもできる、はい、サイドもできる、ボランチもできるみたいなグループがいて、はい、で最後スペシャル、なるほど、なんかゲームチェンジャーになれる、はいはい、特徴を持ってるやつが誰なんだって、その枠が大体こういう感じで決まってて、うん、まあ、最後はトルシエ監督が判断する。
でオスロの試合が終わって 3-0 でやられたでしょ、はい、ありましたね、はい、あ何でしたっけあのノルウェーとマチェスターユナイテッドにいた、スールシャールスールシャールがフラットスリー間にスコンスコン行った感じのでもやられて、まあ、反省点すごい出て、まあ、結局23人しか登録できないからあのメンバーがそこで決まるんですけど、うん、これは今まで漏れてきたから、はい、あいつが外れるらしいとか、はいはいはい、なんでこんなこと分かってんの、うん、ということが絶対起きてはいけないということで、うん、ミーティングは記録に残さないっていうでコーチのスタッフだけ、うんまあ、通訳のダバディ君とトルさん以下ダバディさんとトルシエさんと僕とサミヤとマサさんとサミヤ、うん、でコーチ、うん、キーパーコーチが川端キーパーコーチ、はいはい、それだけわすごいで5人で朝の5時ぐらいの外がもう足うっすら明るくなってくるぐらいまで、まあ、スタメンこれで決まりだなとかいう模造紙みたいなのもう部屋中貼ってやって全部決まったとこで紙には残すと、はい、俺らの頭の中だけだと、うん、っていうことで何十枚ってミーティングした模造紙を全部破いて俺らしか知らないからっていうことで、でトルシエ監督はフランスの自宅に帰って日本に2日後メディア発表あるん でそのメディア発表は強化本部長がやるということで、僕はそれでもトルシエ監督がいろいろ議論したけどやっぱ違うなと思ってメンバー変えるかもしれないと思ってるから、はいはいはい、うん、今までの傾向も含めて、ね、も含めて変えるかもしれないと思ってるん で、うん、でトルシエ監督にもう30分前ぐらいにフランスの自宅からファックス入れてメディアに渡すと、はい、で送ってくるミーティングと同じメンバーだと思って、あじゃあそこの間では変わんなかったですね。でも僕すごく気になってるのが、うんうんうん、ゴンさんと秋田さん入れるじゃないですか、はいはい、これ なんでそうなったんですか。トルシエ監督がその、まあ、メンタリティのことを言ってた経験値とか、うん、それ若い選手ばっかりになってたから、はいはいはい、その揺らいだ時にアドバイスなり、はい、チームを引き締めるなり、うん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 、そういうのが存在としてチームの精神的な柱が足りないみたいなことをフェイン合宿の時とかにもう話題に出てて、このままじゃ持たないと、経験がなさすぎるとチームまとめられるリーダーお前誰がいいんだよって言われて、こういう人がいるじゃんみたいな感じで、その中にまあ秋田さんとゴンさんと、まあ他にもいたんですけど、他にもいたけどその2人が結果的に入ったんですけど、俺はだから日本に電話してる、そのメンバーに、うわ鳥肌立つんだけど、コンディションどうですかとか、あ今の現状どうなのかって、現状どうなんですか、はい、とかいう情報収集はしてて、えでもその秋田さんとゴンさんは連絡、うん、マサクリさんの方からするんですよね、うん、情報収集は最近調子どうぐらいの感じ、そう代表のこととか関係なしですよね、関係なく、うわすっげえ話だこれで、龍蔵くんの怪我で龍蔵も行ってなかった、森岡隆三が言ってなかった、はいはい、でそれはあのもう怪我なんで、うん、どのくらいのパフォーマンスかっていうのは、うん、すごく判断難しいから、うん、サミヤっていうサミ、はい、コーチが、はい、0泊3日ぐらいで試合見に行かせ、怪我は大丈夫、戻ってるみたいな感じで帰ってきて、うん、でまたそこのオスロの夜のミーティングみたいなところにいろいろ絡んでくる、すごい話よ。あのワールドカップでベルギー、ロシア、チュニジア、この戦い方としては選手変更あったと思うんですけど、ちっちゃなね、ベスト16でトルコ戦、なんかちょっとまあまあ大きく大胆に変えたような気がしたんですよ、これなんかあったんですか。まずエッチ組っていう組でA から H の一番最後 で、はい、で決勝トーナメントが始まるときに3日間しかなくて休みが、なるほど、疲労回復十分じゃないっていうのと、はいはい、柳沢が首を痛めてゲーム使えないっていう、うん、でも外には出てる情報じゃなくて、うん、まあ、それでフォワードとまず一つポジション誰か考えなきゃいけない、でトルコの分析もすごいできてて、うん、キープレイヤーとか特徴とか全部こう入ってくるんだけど、全然違うことやってきたから、まあ結果論なんだけど、なるほどなるほど、でようなことでまずその2トップの柳さんが使えないってことで
まあ、西澤、はい、あとはアレックス、アレックスですよね、うん、まあ、こういう感じ で、はいはい、でそれはどういうことかっていうと、右のサイドバックが超攻撃的で積極的に高い位置取ってくるから、切り替えてそこを早くついてアレックスが左で起点を作ると、うんうんうん、でアレックスの起用だったんだけど、こいつ何も上がってこなかった。それがベスト16の戦い方の戦い方、アレックスのスペース、ね、ないじゃんっていうのが、まあ見立て、なるほど、で苦しんでて、だけどまあフリーキックの武器は膨らんでて、アレックスが前半の終わりの方でバーに当たってわずかに入らなかったのがあるんだけども、はいはい、だから何が正解かはないんだけど、うん、あれで入ってたらアレックスのフリーキックで勝ったじゃんっていうような展開なんだけど、はい、まあ、そういう読み違いみたいなものが最後追いつけなかったっていうのと、やっぱり決勝トーナメントに行くと、やっぱセットプレーの先制点っていうのは結構のしかかってきたっていう。そうですよね。トルシエ監督と4年ですよね、やられてきて一番学んだことって何かあります？いや、あの人はあのピッチの中とピッチの外が別人格っていうか、ピッチの外ではもう本当にこうシャイでナイーブで優しい人で、全くその印象も皆さんないと思いますけど、選手の家族とかなんかあったりすると、うん、もう本当に親身になって、お前はもう帰れ帰れとか帰りなさいとかのよく見てきたし、練習中に帰れっていうのとはまた別の話で、帰れの最初その帰れの時に選手のフォローどうしたらいいのかっていうのは、もう慣れるまで2年ぐらいかかったかな。でも松田さんとか帰っちゃったんですよね。実際に帰ったっていうのはあのないほとんどないんだけど、帰りたいって言ったやつはあの結構いて、まあ、とりあえず話するか、あ、でだんだんもう慣れてきて、はい、みんなストレス抱えるから、はい、うん、でまあ聞いて帰りたい、いいよ、だけどお前のサッカー人生さ、トルシエ監督は2002年で終わるかもしれないし、はい、でもその後もサッカー代表人生ずっと続くだろうって、うん、ここで自分だけ帰っちゃって仲間見捨てて、うん、お前帰ってその後のサッカー人生どうすんの、うん、ここだけはいた方がいいんじゃないかそうですよねここはもう呼ばれてきた以上最後まで全うして、で次呼ばれたら断れば別にいいんじゃないのって、っていうようなことはよく言ったんだけどね。まさくにさん上手ですねでその2002年、まあ、終わって今日一番こう聞きたいところに入ってきますけどアテネオリンピックについてですよ、はいはい、アテネオリンピック本戦のメンバー発表、はいはい、僕に何が足りなかったんですかね、まあ、僕のサッカー人生の中でも、はい、一番辛い質問、うわ、カタールワールドカップについてちょっと話ししたいんですけど、はい、ベスト8に行くために何が必要ですか？先制点、うん、セットプレー、この辺が鍵なかなと。